ユミは、日本の元プロレスラー。東京女子プロレスに所属していた、DDT プロレス教室出身。2018年12月1日、東京女子プロレス、新宿フェイス大会、東京女子プロレス 5th フ anniversary5 フ歳の、東京女子プロレスにおける対、赤い作線でデビュー。2019年11月3日に行われた、DDT 両国国技館大会。 アルティメットパーティー2019 DDT グループ大集合における東京女子プロレス提供8人タッグマッチを最後に学業専念のためプロレス活動を休止2020年7月24日同日付で東京女子プロレスを退団することが発表された2021年からプロレスラーは引退しアイドルグループ東京生存者 東京サバイバーマイナスのメンバー、黒崎セラとして活動開始。後のインタビューで引退理由を怪我で試合ができない、もどかしさからの決別と述べている。父親の影響でプロレスを見るようになり、ネットで検索していくうちに90年代のカンドリ、シノブ、北斗、アキラ、クレナイヤ社が好きになった。174センチという日本女子プロレス界指折りの大型選手。 EDT プロレス教室に入るまで特別なスポーツ歴はない。ありがとうございます。